じゃあ最初の挨拶。はいはい、じゃあいきますか。いきますか。はい、あ、私がやるの。こんにちは。あ、ごめんごめんごめん、切り出すのタイミングめっちゃ迷ってた、ごめん。私がやる。もう一回、もう一回やろうか。もう一回やろうか。編集でカットな、ここ。はい、こんにちは。はい、こんにちは、うん、はい、ということでマシュマロ返答動画2回目です。2回目です。ありがとうございます。はい、いっぱいもらってね、ありがとう。はい、こんな来るとね、思わんかったからね。いや、そう、いっぱい投げてもらったから本当に。そうそうそう、ありがてえ。そう、感謝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 。ということで、じゃあね、マシュマロの返答の方をしていきましょうか。はい、していきましょう。はい、じゃあまず1個目からいくぞ。はい、デデドン。エリンギの花言葉を知っているか。宇宙だ。よし、次行こう。これま？マジ？ちょっと調べるわ。エリンギ花言葉を調べるわ。エリンギ花言葉。マジで宇宙だ。なんで？なんで？普通にノーマルに意味が分かんないんだけど。マジか。宇宙か。そっか。宇宙なんだ。そうか。うん、壮大だね。いや、だってエリンギって金でしょ。キノコだね。うん、金なわけじゃん。ね、うん。宇宙そんな壮大なもんちゃうやろ。もうちょっとこうつつましやかに生きられないんか、こいつは。わからん。はい。はい。じゃあ次のマシュマロ行こうか。もう ないもん、他に言及できることが。そっかみたいな。ないもん。いや、ビビったけどね、マジで宇宙じゃんって初めて知ったけど、うん、それはそれとしてないもん。まあ、まあね、言いたいことはつつましやかに生きられんのかいという、うん、まあ、一発目のとしてはある種良かったんじゃない、そのインパクトはあったよね。そう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 。じゃあ次の質問じゃないマシュマロ行こう。はい、ドン。はい、タマさんの料理配信待ってます。正気化さんは片付け配信でもしてくれ。切れそうなんだけど、この扱いの差に。いやー、すまんな、料理作れちゃう系女子で。いや、片付け配信って部屋片付けろってことじゃん。いや、私が一人暮らししたらさ、うん、お前ら谷下氏全員片付け隊として呼ぶからな。動画出てもらうからな。自宅バレしてもいいのそれ。そうだったらよ、もうハエが飛び交ってさ、生ゴミがそのまま置いてあるよりはさ、うん、自宅バレの方がまだいいかなって。てか生ゴミぐらい捨てろよ。無理だよ。正気化さん一人暮らししたら私絶対遊び行きたくないからやめとくね。あの子供部屋おばさんだからさ、うん、あれなんだよね、もう私ゴミ箱ってパカパカ閉まるやつ、うんうん、で手をかざしたらセンサーで開くやつなのよ。いいやつじゃん。そうなんだけど、電池切れて変えるのがめんどくて、うん、ずっと開きっぱになってて。バカなん。バカなのか。生ゴミとかね捨てらんないもん、私の部屋のゴミ箱に。てか電池変えろよ、めんどくさいんだもん。バカ野郎。ということでね、足こぎで充電できるタイプの、こういうゴミ箱をね、欲しいものリストにて募集しております、よろしくお願いしますって。マジで入れんのかい。マジ入れない、許して。まあ料理配信やりたくてもさ、うち、うん、まあカメラはさ、まあ、スマホありゃ最悪なんとかなるんだけど、まあまあまあ、うち今住んでるところ、私一人暮らし始めてからずっと住んでるアパートだから、やっぱ経年劣化で、うん、あ、綺麗に手間取ろうと思っても、うん、やっ
もちょっと汚いのよ、サビが浮いちゃったりとかステンレスのやつに、うんうん、ちょっとあの缶詰放置してたらそこの跡がくっきり残っちゃって、それ全然何も取れない、経年劣化うんなんじゃねえじゃんまあそれもそういうのもあったりするし、経年劣化でちょっとどうしても剥がれてきちゃってる部分とかもあって、まあ、あんまりね、うん、お世辞にも綺麗なキッチンとは言い難いのよぶっちゃけ、はい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 、だからちょっとね配信はためらうかな、動画とかやるとしたらスタジオ行ってとか、そんな感じだよ ね、うん、だね多分カメラ置いて顔映んないようにしてみたいな、うん、そうそうそう、あのカメラなんか加えるなりなんかなりして、うん、加えるっていうか棒あの三脚やって設置して、うんうんうん、っていう感じかな。自宅では多分できないと思う。まあやるとしたらそうよな、うん、まあだから気まぐれに作った料理の写真あげるかもしれんから、それで許してね。まあショートとかでペッペッペぐらいで写真でやってみてもおもろいかもとは思うけど、あまあどっちかといえばファンサーみたいな、うん、側面が強くはなっちゃうけど、新規獲得とかよりは、うん、まあVTuber デビューするじゃん今度、やっぱり私も、うん、それに合わせてなんか VTuber の作った料理みたいな感じでちょっとやってみようかなと思ってる。あそんなこそれは確かにすごい凝ったもんは、凝ったものというよりは家庭料理が得意だから、うん、それちょっとなんかあったかみのあるご飯を作ろうと思います。はい、ショートとかならね編集もまあだいぶ楽ではあるしね、うん、うんうんうん、はい、じゃあそんな感じで正気化さんは片付け配信をいつかやってください。無理です。はいはい、次のマシュマロ。はい、賞味期限はどれくらいまでセーフだと思いますか？3日。物によるんじゃね。あ物によらない。まあ確かにな、牛乳卵とかだったらさためらうもんな、うん、1日でも。いや絶対やめとけ、あそこらへん当たったらめっちゃやばいから、うん、でもさあれってさ賞味期限だからさ別にいいんじゃない、消費じゃないから、うん、でもとは言うけれど、うん、当たったらめっちゃ怖いものはさすがに私は捨てるかな。あの半端なくね苦しいよあそこらへんは当たると。まあでも卵牛乳は、うん、私もさすがにやんないかな。納豆とかは過ぎても食べるかも、もともと腐ってるから、まあ、なんか1日2日だったらまあみたいな感じだけど火は通すかな。あ卵だったら火は通すけど牛乳は捨てるかな。牛乳は捨てるね、うん、ホットミルクしか選択肢なくなるじゃん。てか私そもそも牛乳そんな好きじゃないから家にないしね、買わないもんめったに、うん、私コーヒーに入れるから合うけど、紅茶もストレート派だし、ブラコーヒーも飲むときブラックだから私は。あミルク入れんわってなったら確かに牛乳ないな他さ、うん、やばいものっていったらなんだ賞味期限。あ意外なもの教えてあげようか、うん、粉類、小麦粉とかね賞味期限切れてんのはやばいからやめた方がいい。あそうなん。小麦粉とかホットケーキミックスとかは、うん、あの切れてると結構やばい。全然知らなかった。それもなんか1週間、 1日2日とか、まあ、1週間とかだったらまあいいんだけど、うん、たまになんか年単位で、うん、あ奥底から出てきましたみたいなやつね。そう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 やってもったいないからし、粉類だからって使おうとする人いるかもしれんけど、うん、あれやばいからやめた方がいいよ。まあ確かにたるめらうなそれは。うん、なんで早めに使い切りましょう。はいはい。まあでも大体なんだろう、そういう当たったらまずい系とか火通しゃいけるやろう系は、うん、まあ1週間がまあ限度じゃない、うん、多分どんだけ頑張っても。そうだね、うん、賞味期限賞味とはいえやっぱ1週間が限度かな。スナック菓子類だったら私どんだけ切れてても食べるだろうけど。食い意地張ってんな。なんかスナック菓子とかってやめな、うん、さあダメな感じしなくない、うん、賞味期限切れてても。あ
油が酸化したりとかしてなんか味変わったりとかしけってて美味しくないよ。あーなんか美味しくないのは別にいいのよね味。マジ私食べるんだったら美味しいものがいい派だから絶対食わねえ。でもどうだろうな、なんか家に何もなければそれ食べるって感じかも。賞味期限切れてても、まあ、うん。いや買い物行けよ。だって買い物行くのに 3,40 分ぐらい歩かなきゃいけないんだもん。そっか無理だよ。徒歩2分のコンビニ行くのをためらう私とはちょっとレベルが違ったわ。田舎民に簡単に買い物に行けと言うんじゃない。マジもうだって田舎あるあるだと思うんだけど、うん、その買い物とか行くのにまあなんて言うんだろうな、一時期化粧をしないとコンビニにも行けない女みたいな あったりしたじゃん、うん、都会とかだったらさ私分かるのよ。だってさ2分とかでさ行けるとこにわざわざ化粧して行くんわらみたいな、うん、すっごいまあ分かるのよ、うん、でも一番近くてまあどんだけ頑張って競歩しても20分30分とかだと、うん、少なくとも日焼け止めの準備とかいろいろいるわけよ正直。まあそうだよね、歩く距離が距離だもんね。もう億劫よ。だからもう無理、賞味期限切れてても食べる、食べ物ないんだもん。そっか、おチンもあんまりできんし。そうだね、消費家さんにレンチンさせるの危険だからね。そうだからまあでも最近はね、うん、もうお米さえ炊けてれば、うん、ふりかけかけて食べてる。あーでもお米炊けるようになったもんね。あーでも全然炊いてないよあれから。もう炊け。賞味期限切れたスナック菓子食うんだったら米炊けや。だってお米炊くのってさ40分ぐらい待たなきゃいけないじゃん。早炊きすりゃいいじゃん。早炊きのやり方わかんないもん。だいたい炊飯スイッチ2回ポチって押せば早炊きモードになるわ、どの炊飯器も。じゃあもうこれ以上やってると消費家さんのダメ人間っぷりがもっと露呈しちゃうから、ね、うん、次行こう。はい、はい、じゃあ次のマシュマロは、初めて遊んだゲームソフトは何ですか。何ですか。私覚えてるのがね、何だろう、うん、何だったっけな、初めて遊んだのが、まあ、世代ではないんだよね、世代ではないゲームだったのは確かなんだよ。その要は親がやってたのとかというか、親がそのお子さんにって言って職場からもらってきてくれたゲームソフト、ゲームソフトとゲーム本体みたいな。うん、確かね、もうスーファミが発売されてるはずなのになぜかファミコンをもらってきたんだよね、うちの父。多分スーファミ買ったからいらなくなったのか、いらなくなったからくれたみたいななのかわからないけど、ファミコンがすごい遅れて、うん、もうリアルタイムファミコンじゃないから、うん、もうスーファミとか出てたかな、もうそれぐらい曖昧な時だったんだけど、うん、でその中にそのキティちゃんのゲームがあったのよ。多分女の子がいるって知ったから、知ってたからわざわざそれを選んでくれたんだと思うんだけど、その人が、うん、そのキティちゃんのゲームをやったことを覚えてるかな。もうタイトルも忘れたんだけど、キティちゃんのゲームとかってその時期でも出るんだね。え、何年に発売なのか分からんけど、どんな、ただね、うん、難しかった。あ、まあでも昔のゲームってさ難易度がその高いイメージない、うん、その私アクション苦手なのに確かアクション系ゲームだったからね。あ、キティちゃんでアクションゲーなん。なんかなんだっけ、キティちゃんがライフみたいな感じで風船持ってて、うん、その風船がある限りキティちゃんは空を飛んでるのよ、プカプカと。あー、はいはいはい、余計みたいな。そうそう、その状態のキティちゃんを操作して、うん、たまには地上に降りてなんかしたりとか、空を飛んで敵を避けたりしながら、うん、ゲームのステージのクリアを目指すゲームだったんだけど、へえ。まあ
風船割れるわ、まあ、うん間違コマンド間違えて風船自ら手放して落下するわ、うん、あのライフポイントみたいな感じで浮いてる風船取ると風船が回復するよみたいなやつを取ろうとしてぴょんぴょんしていたら敵に気づかなくて敵にぶち殺されるわもう全然クリアできた記憶ないけどそれをプレイした記憶は残ってるから多分それタイトルもわからん調べたら出そうではあるけどねうん多分出ると思う初期化さんは何ちなみに私はねゲームボーイアドバンスのくるくるくるりんってやつかな多分へえ。そうくるくるくるりんってやつをあの、うん、うちって父親がゲームのプログラマーだったのよ、うん、だからなんか持って帰ったかなんか自分が作ったわけではないんだろうけど多分うん なんかで初めてだったらこれできると思うっつってアドバンスと一緒に買ってくれたのが、うん、多分初めてのゲームかなうんおかそっちか多分ハム太郎4 多分どっちかないよなどっちかそうくるくるくるりんだと思うけどくるくるくるりんはねなんか棒状のやつがずっと回ってて、うん、で回るタイミングで細長いとこを通るみたいなその棒のなんて言ったらいいんかなまあ横に細長い通路を通らんにゃいけんのんだけど、うん、棒長い棒がぐるぐる回ってるから縦の時は通れないじゃんそこ。うん、だから通路に沿うような回転の時に急いでガーっていくみたいなあタイミング測っていくゲームみたいなそう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 結構面白いストーリーもあってうんなんでゲームボーイアドバンスまだ持ってる人はやろうくるくるくるりんぜひやってみようぜひやってみようああまあでもそんな感じかな多分なるほどね、うん、だいぶ差があるよねファミコンとアドバンスってああまあでも確かにね私がゲームに触れたの自体がそんなに早くないのもあるかもしんないああだって私もだいぶ前からゲームやってたもんなすごい父親がゲーム好きな人だったからうん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 私多分ゲーム初めて手に触れたの幼稚園なんぼとかぐらいだからあでも私もそんな感じよあそれぐらいが通常かじゃあ分かんないでもゲームやらない人は本当やらないから確かにななんかもともと家でずっと父親がドラクエやったりとかうんうんまあ言ってしまえばおそらく自分が作ったんであろうみたいなゲームやってたりとかうんしたからまあ自分でプレイしたとはまた違うけど触れたのはもうちょっと早いかもしんないマリオ RPG とかやってた覚えもあるもんなマリオもうやったなマリオはなんだろうやっぱり下手だったからすぐ死んだマリオ RPG はやってないのこの前リメイク来るってなったやつやってないねあの本当に普通のあの 2D のやつで、うんうんうん、なんていうのあのマリオが1の1からステージクリアしていくみたいなそういうやつ、ね、いやでも初めてやったゲームとかさ通ってきたゲームってさ、うん、その人の趣味結構出るくない出るねねだって私とタマさんがやったゲームって多分だいぶ方向性違うよねそうだねうんその後やったゲームって何って言ったらやっぱ RPG すごい多かったからうん多いイメージあるタマさん、うん、なんか五所は通ってきてるイメージあるわあ、まあ、いわゆるそのテイルズ FF ドラクエとかまあよく名前聞くやつは通ってるイメージあるテイルズはちょっとしかやってないけどねドラクエはもうほぼ全部やってるあ
って感じ。ドラクエ10はやってないな、うん、オンラインのやつね。そうそう、9、10はやってなくて、それ以外は全部やってるかな、うんうん、FF はまちまちだから実は。あー、そうなんだ。うん、FF はまあやってないからな、私他のやつ。じゃあ、まあ、元ネタ分かってわーってなる時もあれば、その14やってて、うん、元ネタ分かってわーってなる時もあれば、うん、あ、これ何のネタなんだへーみたいな時もある。あー、人から聞いて、あ、そうなんだみたいな。そうそうそう、はい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 、っていうのもあるかな。やっぱでも元ネタ出てきたって分かったらさ、絶対テンション上がるよね。うん、じゃあゲームにちなんだ話題で盛り上がったところ、次もね、はい、マシュマロゲームの話題来てるから行きましょうか。はい、今までプレイ時間が最も長かったゲームって何だい？私はモンハンセカンド G ですね。4000時間以上やったことを覚えています。化け物か。でも私今だったらもう14かな。まあでも私も多分今だったら14になるんじゃないかな。だって私8年やってるぜ。うん、今14開いてないからあれだけど、 P タイムしたくなってきたわ。あー、私も開いてないから後でやろっかな。ちょっと前でもやった時は130日ぐらいは出た気がするけど。おお、モンハンセカチーリエ温泉時間はバケモンだろ。いやでもね、モンハンは多分私14抜きだったら私もモンハンが一番やってて、うん、モンハンサードかな。モンハンは時間解けるよね。解ける、マジで解ける。ってか高難易度っていうか、なんて言うんだろう、うん、G 級、サードまだ G 級多分なかったんじゃないかな。から上位クエスト、うん、で1個のクエストとかでやっぱ結構かかるじゃん、敵によっては。まあでも10分15分じゃない？そんな早いっけ、サードの頃って。私あの脳死武器で戦って、素材集める時脳死武器だったから、だいたい10分とか5分で終わってたんだよ。真面目にやってなかった。ひたすらライトボウガンとかヘビーボウガンではめ殺ししてたから。はい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 。でなんか私アマツとかをひたすら狩るのが好きだったの、弓で、うん、あのサードだから局者がめちゃくちゃ強かった時、うんうんうん、まあ、それでも30分ぐらいでやってたな。武器とか考えてないからかもしれないけど、だから一個一個にかかる時間が結構長いから。属性とかスキルとか合わせてなさそうだもんな。合わせてないね。なんかどっちかというとプレイヤースキルだけで勝ちたかったから。ああ、そう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 、だから最低限の武器しか持たない感じだったね。え、裸に武器でいいじゃん。あ、やってたやってた、やってた、なんだっけ、カジバだっけ、やって、あーね、カジバのスキルか。そう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 、ギリギリまで削ってカジバスキルプラス猫、あの猫飯でカジバ飯食ったりとかするととんでもねえことになるよ。それでやってた。でなんか YouTube とか当時ニコニコか、うん、あの大樽何個とちっちゃいの何個でギリギリまで削れますみたいなあったじゃん。だった。あれ真似してひたすらなんかイビル城とか行ってたな確か。え、じゃあめっちゃプレイヤースキルはあるじゃん。そうなんかな。まあ、でも負ける時もまちまちあったよ。まあそりゃな、一撃食らったら死ぬもんな、うん、そうそうそう。しかも弓だからあんまり当たんないしね、遠くからだから。うん、モンハンは私双剣一筋で、まあサブで遠距離武器ガンナーもやってたくらいの感じだから、まあ基本接近戦ですね。まあでも気弾もよくする。ああ、あんまうまくないから。まあまあまあ、でも多分一番はその辺かな。うん、今度ライズ持ってたよね、正気化さん確か。うん、持ってる持ってる。
今度一狩り行く？いやてかさ配信でモンハンやろうみたいな話が出て買ったけどやらずに終わっちゃってるじゃん、うん、じゃあなんかもうモンハンライズもサンブレイクもさアップで最後の来ちゃって、うん、あれだけど一回やるかモンハン、まあやってもおもろいとは思うけどね。モンハンやったっけ、うん、私配信でどうだったかな覚えてない。やってないかも。まあ普通に遊んでもおもろいと思うけどね配信しっかり配信外で、うん、まあでもとりあえずやったゲームは今まあ14ですよ。まあでもそうだね私も14だね。うん次は何だろう。計算したことが気にしたことがないから覚えてないかな。そうね私も多分ニンテンドックスがその次に来るかも。私何だろう、もしかしたらポケモンかもしれない。あでも私も多分ねポケモンかモンハンが来ると思う次は。うん、まあでも一番やったゲームって言われたらさ多分キンキンどっちかだなってぐらい、うん、そうだねだよね多分。うん、まあ、14は絶対超えてないと思うその2つであっても。あ私も多分14は14って結構さ放置する時もあるじゃん、うん、だから超えないだろうな。いろんなコンテンツに手を出せば手を出すほど時間がかさんでいくからさ。うん。感じだね。ねえ。まあでも14の話題になったってことは次のマシュマロえんちゃう？そうだね。じゃあ次の話題いこうか。うん、次のマシュマロ。はい、ゼツアルテマ行きたいな。ゼツバハも行きたい。オメガはいらん。いらんのか。ビューシも行きたい。リスナーと固定組んでいこう。行きたいよ行きたい。まあでも切実結構ありかなとは思っうかなそのてるよ、うん、リスナーとかでただ配信に声乗ったりとかするのだけ OK してもらってみたいな感じにはなる、うん、まあ、ね、だろうね。まあ聞き戦とかでも全然うん。とりあえずでも固定組んだら固定面全員 VC に入ってもらうことが条件と配信に出るってことが声だけでも配信に乗ってしまいますよっていうのを飲んでくれる人と固定組まなきゃかな。まあそうだね。どうしても配信でってなるとうんからまあでも行きたいにはマジで行きたいんだよな。そうなんだよね行きたいんだよね。とりあえずさなんか最初絶入門編とかあいつは絶として認めんみたいな感じで言われるちょっとかわいそうな扱い受けてる絶アルテマくん。まあでもちょっと考えてみない。そうだね。うん結構さ私らのスケジュール的にどんだけ頑張っても週3じゃん、うん、多分。そうだね。どんだけ頑張っても週3、うん、だからまあそこで考えたい感じはあるよな。予習の時間とかもやっぱいるだろうし、うん、そうそう。でもやるとしたらさ、うん、今の時期とかって結構いいんじゃない？結構みんな暇してるでしょ、うん、多分レイ式も終わってみんな暇だ、ねうん、ゼロムスも強くなくて言うなよ。多分今みんな暇してるだろうからだからかね。最近パーティー募集見ると絶の固定の募集めっちゃ多いよ。そう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 多い。うん、あらだから始めるのは今の時期がいいかもしれないね、うん、年明けまで何もないわけだし。そうそうそうってなったらさまあ例えばだけど11月、うん、12月でクリア目指しましょうとかでちょっと気合い入れてやってとかでもまあ、うん、いいのかなと。うんまあこれは持ち帰って要検討ですね。そうね。まあでも多分私らの中で一番ネックなのが配信でやりたいこととスケジュールよね多分。そうだね。やる気とか予習とかへのモチベーションとかは多分あると思うのよ別に。うん
こう難易度やっぱ好きだしあるんだけど、まあ、スケジュール、ですかね。そうだね。だからまあ例えばだけどお互いが多分この月暇じゃねみたいなとこを見つけてやりたくない？どっかでね。そうだね。うん。でも絶行きたい気持ちはめっちゃある。そうやっぱ連式もねちょっと慣れてきましたし。私4層未だにボコボコにされてるけど。未だに消化終わらないっていうか、まず4層にたどり着けない消化どうなってんだよってなってるけど。あーまあでもさ、そのやっぱ今もまだ消化してる人ってさ、後発の人が多いじゃん。うん。だからまだ慣れてない人が残ってるみたいなとこもあるのかね。いやそれにしてもいい加減一層は超えさせてくれよ。一層超えれんのかい。いや今週一層でダメ。もうマジか。吐きそう。マジ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 。まあでも今日、まあ、ちょっと録画してる日が金曜日だからさ、ワンチャン募集いっぱい出るんじゃない？もう断ショーパでもいいから、あのサブジョブの装備揃えたいから、暇だし、あ暇だしサブジョブのやつかみたいな感じでやってるしけど、 4層までたどり着けんし、4層行ったら前半で爆散するしみたいな、うん、もう4そんな感じです。3、4とかだけ行きまくったらそれがいいかな。もうだってボンドとか見たくねえしな。私あれだよ、4層の断章で、うん、いわゆるまあサブジョブの装備揃えてってる、もうゆっくり。ああ、なるほど。それも手か。そうそうそう、4章の断章だ、断章があれば、うん、1,2,3 の断章に変えれるじゃん。うん、だからそれでゆっくり集めてってる。なるほどね。うん、まあでもそのうち不慣れ霊式とかもやろうって言ってるからね、配信で。うんうんうん、不慣れジョブ霊式、黒まで行きます。タンクで行きます。火力大丈夫ですか？いや厳いかも。まあいい、次次、はい。はい、次のマシュマロ行きます。タンクはパーティーみんなの盾になれる、うん、DPS は極めれば凄まじい火力が出せる、うん、ヒーラーはパーティーみんなを癒すことができる、うん、ヒカは何ができますか？バリア張ってんだろうが。バリアヒーラーだぞこっちとら。そうだった、この人バリアヒーラーだった。バリア張ってるぞ。ヒカは何ができますか？AC みたいな感じじゃんと思っちゃった。いや言うけど私はもうみんなを笑顔にすることができるから。うん、笑顔にすることができるから。はい、そうだね。だってあれだぞ、こんなに可愛い VTuber だぞ、みんな笑顔になるだろう。え、みんなあれ正気かと認めたくなくって、新メンバーですかとか、推し変しますとか、そういうコメントよく見るけど。いや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 、いやそのうち大バズりを生み出してね、えもうみんなの手の届かない存在になるからな。言うけど飛ぶ側として、うんうん、でかい毒側になるからな、まあ、じゃあキカちゃんはバリアが張れると。はい、バリアが張れます。はい、良いことです。じゃあそんなバリアが張れるキカちゃんに対してのマシュマロかな、はい、これはもうこれ3連続でいいんじゃないですか。パッパの尻に座薬入れたって本当ですか？嘘です。パッパの尻には入れてない。パッパの尻には入れてない。キッカの尻には入れました、はい、はい。パッパの目の前でキッカの尻に座薬を入れただけです。そう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 、はい、はい。どういうことだよ。だって見せてあげたかったんだもん。バカか。いやおもろいかなと思って。おもろくないよ。じゃあパッパがかわいそうということが分かったところで次のマシュマロ、はい。ダイス勝負金策で負けた心境を正直にどうぞ。悔しい。500万溶かしたからな。だってさ500万ギル溶かしてさ、うん、まあ取れ高にはなったし楽しかったよ、うん、楽しかったけど
皆さんの思うより私の500万はでかいからな。そりゃ1000万しか持ってない人間が半分失ったようなもんだからな。そうだぞ。だから次は100万稼いで、うん、100万稼いで500万失うってどういうことだよ。だから次はもう勝つから貯めといてな、うん、みんなお金。えまたやるの？またやるよ。懲りないね。えだって勝てばさプラスだよ、うん、うん。勝てばプラスだよ。この間500万負けたんでしょ。まあ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 次次次。はいはい、ヘイトキング連載待ってます。だって編集長に言ってください。編集長にどこの編集長やねんっていうね。うん、どこの編集者に持ち込むの。内緒です。ジャンプに持ち込み行こうぜ。ヘイトキングで、うん、いやヘイトキング多分あの新しく見に来た人分からんって。うん、ヘイトキングっていうのはですね、あの正気化が中学生の頃にノートにね書いてた漫画になります、うん、はい、はい、ヘイトキング、波線憎しみの王波線みたいなそういうタイトルでしたね。はい、次行きましょう。バリバリの中二病でしたね。はい、じゃあ次にマシュマロ、はい、買うものメモ、ここに買うものメモ載せるな。水35リットル、炭素20キログラム、アンモニア4リットル、石灰 1.5 キログラム、リン800グラム、塩分250グラム、硝石100グラム、硫黄80グラム、フッ素 7.5 グラム、鉄5グラム、ケイ素3グラム、その他少量の15の元素。はい、これね、もう使い古されたネタございますよ。はい、人体錬成するんじゃないよ。こんなところで。まったく。人体錬成するんだったらうちに新メンバー呼んでくれよ、それで。それで、うん、人体錬成でさ新メンバー作って俺たちが優勝の。タニシの体扉の向こうに持ってかれるってのに。そう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 、ブリッブリの可愛い VTuber 呼んできてくれよ。頼んだぜお前ら、よろしくな。いやこれがラストでよかったんかマシュマロ。これがラストなんだよな。はい、ラストです。ありがとう。はい、ありがとうございました。結局合計何通来たんだ。22かな。22通ありがとうございます。ありがとう。いや本当にね助かった。助かった。何もなかったらさ私が自演で入れんといけんところだったからさ。いや私も自演で入れんところだったからさ。そう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 、よかったよ。いやよかった。自演で正気化ちゃん大好き中みたいなやつ入れる羽目にならんくてよかったなと。よりによってそんなかよキッズ。まあでも、まあ、よかったよかった、無事にね、うん、超えられて収録もできて、はい、よかったです。はい、ありがとうございます皆さん。いや本当にいつもありがとうございます。はい、これからもな俺たちが優勝よろしくお願いいたします。シャス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 。じゃあ早いけど終わる。そうだね、これでマシュマロ全部だからね、うん、はい、ということでマシュマロ送ってくれた谷氏の皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。おつたにおつたに。